心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今日は岡山県善光寺徒弟飯田利行さんの由来と意味というお話です。皆さんはご自身の名前の由来や意味をご存知でしょうか。私の名前は利行。ご利益の利に修行の行と書きます。仏教でいう利益とは、仏様の教えに従い生活することで得られる幸せや恵みのことです。さて、この利行という名前は私の祖父がつけてくれました。どういう由来があるのかと言いますと、仏教の大切な教えである利行から来ています。利行とは、困っている人を見たら報いなど求めず、ただひたすらその人の利益になるようなさまざまな行いを実践することです。時に私たちは他の人の徳を先にすれば自分の徳が減らされてしまうと思うことがあります。しかしお釈迦様が、真の利行は自分も他をも利益するのであると説かれているように、利行というのは自分の徳も他の人の徳も一つ、同じなのです。またよくギブアンドテイクという言葉を耳にしますが、もらうことが目的で他の人に与えるのであれば、それは利行ではありません。では、利行の心をどう引き出せばいいのでしょうか。あまり難しく考えないでください。まずはじめは小さなことからで良いと思います。例えば、道に散らかっているゴミを拾ったり、玄関の靴を揃えたり、身の回りを見渡してみると、自分ができることはたくさんあります。簡単なことでいいのです。自分のした行いによって、それが他の人の喜びにつながることが利行です。この利行が私の名前の由来です。祖父がつけてくれた名前に恥じないよう、これからも利行を実践していきたいと思います。今日は岡山県善光寺徒弟飯田利行さんの由来と意味でした。続いてお知らせです。この番組のご意見、ご感想を郵便番号 683-0802鳥取県米子市東福原 1-1-22-402 曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子今日の心私の心法話集を差し上げます。次回は山口県善光寺住職町田大地さんの一日一日をというお話です。この番組は曹洞宗中国管区教化センターがお送りしました。